スノーマンメグロレン主演トリリーンゲーム枠最低視聴率の可能性も。ドラマの初回は世帯平均視聴率7.4ビデオリサーチ調べ関東地区以下道を記録。しかし翌週には5.6にダウンし以降も5台が続いた。最新の第8話9月1日時点で最高は初回の7.4最低は第7話8月25日の4.9。 一度も2桁に届いておらず8話までの平均視聴率は5.5となっている。なお放送されている金曜ドラマ枠の全話最低平均視聴率は、ムカヨサムシュエの舌を持つ男16年7月期放送の5.6。トリリオンゲームがこのまま45台で停滞した場合、全話平均5.6を下回る可能性もあるだろう。 とはいえ原作を知る SNS 上の視聴者からは原作ファンだけど、メグロレンくんの春は最高トリリオンゲームは原作の再現度が高くてハマってる原作の再現度も高いしドラマならではの面白さもあって、すごいメグロレン原作に寄せたいい演技してると好意的な感想も少なくない。メグロはサイレントで一躍ブレイクし、朝ドラや主演映画も経験するなどすっかり売れっ子に。 しばらく上り調子でしたが個人で初の連ドラ主演作トリリオンゲームは数字に恵まれていません。歴代金曜ドラマ枠の最低値を更新すればメグロの俳優業において不名誉な記録が残ってしまうことになりますどう。前作タペストリー W の初週売上は90.3万枚。ドラマに弾みをつけるためにもまずはデンジャーホリックのヒットに期待したいところだ。